こんばんは。名古屋ナウです。みんな名古屋来ました。やっほーやっほー。ブラッチ一番ありがとうございます。美味しいものね、あのこっち来てからあの明日のね、明日お世話になるライブの主催者でもある力正さん、あの大将のお店にねちょっと行ってきたのよ。今日は夜ね食べてきた。めっちゃ美味しかった。大将ともお話できました。大工さん、ユッキーさん、虹色さん、モクさん、おがこさん、キラ、しんいち、かんちゃん、あさみさん、まささんありがとう。お供は三ツ矢の特濃ピーチ、いいな、それ好き、私も。コシさん、エイジさん、ひろっぱんさん、のぶしゃん、トキキさん、スイカさん、小野寺和志さん、竹蔵さん、リラックマ、秀丸さん、さとちゃん、バリンチュさん、ワンガンさん、ありがとうございます。移動してきました。でも今日はすごいね、あの移動ゆっくりしながら行かしてもらって、今日はね人生で初めての火の鳥に乗ってきたのよ。火の鳥ってみんな知ってる？火の鳥なんかめちゃくちゃなんかラグジュアリーなさ、あの大きな椅子で移動できる、すごいなあれ。今まではさずっと愛媛からだったからね、愛媛からだいたい名古屋だったら車で行ってたのよ。車で6時間ぐらいだね名古屋は。だけど今回はまあ大阪に昨日までいたんで、大阪から名古屋まで火の鳥に乗ってきたの。すごかった。そう、近鉄電車のすごいな。あれ電車もね、あの外観がもうめちゃくちゃ真っ赤っかの、まあ真っ赤っか言ってもそんなパッションな真っ赤じゃなくて、なんか落ち着いたなんか高級感のある赤で、すごいよかった。のぶしゃん、ゆたか、とききさん、竹蔵さん、リラックマ、ひでまろさん、さとちゃん、バリンチュさん、ワンガンさん、ありがとう。えのさんさん、ハートありがとう。やっくん、ゾウさん、かずのりさん、まみちゃん、まことさん、ローマ字のまこさん、ありがとうございます。いや大阪はね、大阪はあ、でも今日大阪のね、でなんか食べるかって言ってあの連れて行ってもらったんだけど、お蕎麦屋さんだったから、まあ、なんか大阪のっていうよりかは美味しいお蕎麦食べてきたんだけど、うどんね、名物は食べれてないコロボ、キング翼さん、ラベちゃん、ライスタイイン、ありがとう、グッチありがとう、カノンさんお疲れ様、ニオさん、のりたーま、ありがとうございます。 TikTok から来ましただって、ありがとう。そう、さっきまでねちょっと TikTok 配信もしてて、ちさとちゃんありがとう。ちさとちゃん嬉しい。メリーさん、ユキーさん、ハートありがとう。キンちゃん、カズノリさん、あ、間違えた、リョウスケさんだ、リョウスケさん、リュウ、モモさん、ローマ字のシャモさん、ありがとう。マークロコさん、ありがとう。サノマルさん、お、チュモ、ブレイブさん、ありがとう。チワキングさん、ありがとう。テケテケさん、ありがとう。マークさん、ナルトにいるの？ナルト。日村のひさん、ありがとう。アマトーさん、ありがとう。前乗りです、今日は。マコトさん、タコ、ありがとう。ガッツさん、お疲れ様、ありがとう。カーマインさん、白熊さん、ひでゆきさん、大文字のテストさん、お、ゼンちゃんさん、
TikTok でもくれてたのかい。ありがとね。いつかのエクマンの大抵とかって出てますか。あ、大抵は出してないね。タイムテーブルはね、出してないのよ、DZ さん。コエポンさん、底辺さん、ありがとうございます。お、いえいえですよ。ジンさん、ジンさん、ありがとう。あ、ワッキーさん、お待ちしてます。ありがとう、明日。かまいさん、なんで晩ご飯まだなの。ムーさん、ありがとう。コロボ、そう？名古屋はモーニング。モーニングかな？もう、美味しいらしいって。朝ごはん？モーニング？孫悟空さん、底辺さん、ピルコル、ナノハさん、ありがとう。ブレッジ、花束、10個もありがとう。朝。大将さん、そうなの。TikTok ライブもやってたんですよ、さっきまで。ちょっと時間あったから。お、犬猫さん、ちょっとあっちに置いちゃったけど、紹介、グッズね。そうなのよ、犬猫さん紹介できたらしようかな。あ、ブレイブさん、そうそう、愛媛が雨やばかったみたいなんですけど、愛媛の皆さん大丈夫ですか。まあ愛媛じゃなくても雨すごかったけどね。よっちさん、ありがとう。あやたか、ありがとう。花からさん、服そうなのよ、この生地めっちゃ良くて、ちょっとタオル地みたいになっててね、めちゃくちゃいい素材なんですよ。大将さん、プチありがとう。そうなのよ、あのめっちゃ待ちに待っている早々のフリーレンがアニメ化するんだけど、9月29日になんと金曜ロードショーが初回放送だって。すごくない？しかも2時間ってすごくない？1話2時間ってことですよね。びっくりびっくり。え、めちゃくちゃ見たいんだけど。しかも楽しみ。ユッキーさん、プチありがとう。おはぎさん、ありがとう。ネルさん、ただいまです。 TikTok から。あ、よかったね。ロッピーさん、きなこちゃん、ちょっとご飯食べれるようになったのかい。よかったよかった。そうそう、火の鳥です。快適、めちゃくちゃ。え、ちょっとさ、なんかね、何枚かね写真撮ってもらったんだけど、ちょっと待ってよ。あ、これはちょっと前食べたかき氷ね。ね、いやでも待って、ちょっとどう写したらいいんだろう、これ。映りきらないな、映りきらないよ。みんなこれ横向いて、横向いて見てもらわないかんけど、このこんなね、すっごい座席で、これすごいよ、枕のね高さとか、あのくぼみとか、なんかいろいろ変えれて、でシートヒーターもあって、もうすごかったわこれ。びっくりした、これ乗ってきたんだけど。そうなのよ。いやでもこれはちょっと難しいわ、乗せるのが。あ、ついでに今日の朝ごはん、親子丼、シートに包まれてる。そうじゃろ。そうなのそうなの。ちょっと一回戻るね。ローマ字の S さん、尊い、ありがとうございます。火の鳥めちゃくちゃ快適だったよ、本当。あ、
うどんが美味しいんだコロポ。いや美味しかった、めちゃくちゃ食べてよかった。あの朝なるみかずやさんありがとう。大工ちゃん、大工さんと大工ちゃんがいる、大工ちゃんさん、わっしょい、ありがとう。トゲ、おいしいもの食べたよ今日。ようちゃんお疲れ様。そうそう、ワインレッド色の電車。あ、カンマインさんもナノハさんも TikTok からありがとう。お、さとちゃん来ました名古屋に。コンドルさんいらっしゃい。よっちさんラブレターありがとう。あ、本当コロボ、明日は松山名古屋ともに晴れそうだって嬉しい、久しぶりの晴れだ。ストリートくん、風鈴さん、宮内さん、あきさんありがとう。のりともプチ、嬉しい。お仕事お疲れ様。今日昨日のことがフラッシュバックしてた。でも私もなんだけど、なかなか予約取れないと噂の電車なの。いやもうめちゃくちゃ満喫させてもらったよ。あ、ぶーちゃん、そう、それ途中まで聞いてたんだけど、その聞いてたのよ、さっき木梨の回で。今日はあの安田成美さんが出演されてたんですよね、木梨さんの奥様の。白夜さん結婚してありがとう。あ、本当、チワキングさん、あれなんかね、そうなのよ。いや届いてたと思うよきっと。でも私があのどん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 コメントがねこう流れていっちゃって、3つぐらいしかね私のとこ表示されとらんくて、こうやって見返したらあるんやけど、で見返したりしていってたらね、新しいのがどんどん溜まっちゃってみたいなことになっちゃったわ今日。ジッチさんこんばんは、ありがとう。ひろっぽんさん、一周とカウントありがとうございます。そうだで、カンマインさん、近鉄電車。え、まめちゃんプチ、そうなの。明け方まで激メガちゃんとヨッピーさんに麻雀教えてもらってました、だって。今日、一日、その夜から、やば、すごい、もう達人じゃんそうなのか。しゅうさん読めとったかな、ありがとね。よっちさんラブレターありがとう。まー、あ、ちゃん、ローマ字のゆうたさん、堀さんいいな、ひつまぶし食べたんだって前乗りで。カタカナのマサさんありがとう。ローマ字のヨシさん、尊いありがとう。あ、なるみさん、なんとありがとうね、予約で買えたからよかったって。2部ありがとうございます。オッキーさんいらっしゃい。近鉄名古屋駅で巨大なななちゃん人形を見た。あ、見てない、あれ見てない、違うとこから出たんだっけ、そういえば見てないな。ゼンちゃんさん作りたい、私モデルの麻雀牌だって。いや、いつかは作りたいグッズで。でも麻雀牌をさ全部用意して売るのってちょっと難しいやん。だからなんか1個とかになっちゃうかもだけど。あやたか、セーラームーン見に行ったよ私。というか前編が終わって後編が公開されてるから前編見ないとだけど、前編はねもう見たよ、ハノピタ。後編始まったよね。いなちさんありがとう。マササーティワンさんありがとうございます、ありがとね。先ほどはご招待ありがとう。 TikTok かな。あ、名古屋は喫茶店のモーニングサービスが有名なんだ。あ、小倉トースト食べなきゃ、そうじゃん。
本家のキラプチ、ありがとうございます。ツイッターで昨日のライブの写真見ました。 ありがとうね。そうなの。あ、オレンジ色、オレンジ色に染まっとりましたね。本当に エッグマン。あ、本当 DZ ジュンさん、時間出てなかったか、あの始まる時間、スタートの時間は出てたかもだけど、何時って書いてたかな、何時って書いてたっけ。サイさんこんばんは、ありがとう。え、虹色さんもめちゃくちゃ大阪満喫じゃん。それ大阪で551肉まんとタコマサ食べたって。えいふうりんさん、ありがとうございます。昨日ライブありがとうございます、嬉しい。八丁堀さん、カペさん、4年ぶり、やばいね。なるみさんありがとう、楽しみにしてます。ブラッチセミ、ありがとうございます。青森、昨日まで大阪いたのに青森行ってんの。ブラッチエイジさん、2シュートカウントありがとう。ホテルの毛布じゃないよ、家から持ってきた毛布。フジモンさん、2シュートカウントありがとう。ローマ字のマシャシャン、ありがとう。しんいちありがとうね、名古屋楽しみたいよ。昨日、そうそうそう、昨日はね大阪で一泊してた。風鈴さん、お、えなさん、えなルームのえなさん、プチまでありがとうございます。猫ぽかわいい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、スーパーかわいい、ありがとう。りょうすけさんユッキーさん、セミありがとうございます。明日そう名古屋行ってきます、名古屋じゃないライブ行ってきます、ありがとうね。ランチェリー、ん、そうなのよ、ラジュアリー感、グラチュアリーなのよ。本当にやばかったよ。夏だとシートヒーターはいらないねって。そうなの、いらないんだけど、もうできること全部やっとこうと思って、その火の鳥であの席もさ、もうめっちゃ変えれるの。頭だけ倒すとか、あの肩のなんかシートだけちょっと倒すとか、全部なんかいろいろ操作できてね、マッサージチェアみたい、それも全部一通り動かしたりとかして、まあ後ろもスタッフさんだったからちょっといろいろ動かしてほんで、あの机とかも出してみたり、なんか飲み物のとここうやったりとかで、あとメニュー表見たりとかしてしました。火の鳥すごかったな。親子になりたい、やめてね、コプ何を言うかと思えば、え、鼻からさんも親子丼、大将さんセミありがとう。なおちゃんは自分が出てる番組見るの平気、自分恥ずかしくて、すごい VC ねとか映画見れないって。なんか見るよ、その見たいというか、まあ嬉しいことだし、あの今後の勉強とか、なんて言ってたっけとかって見るのに見たりします。シロさんこんばんは、ありがとう。ブルームーンさんありがとうございます。親子丼この量じゃ足りんわいって突っ込んだね。いや全然、朝だったからもういいサイズだったわ。本当に本当にめちゃペロリだった。3、4分ぐらいでなくなった。ひでゆきさんフル、ありがとう。輝くためになりたい自分はどこか、がむしゃらに探す日々、ありがとう。
ありがとう。あ、そういえば今日ビジホだから、ビジホだからカラオケタイムやめとこうかな。ホテルなので今日。まみちゃん、セミありがとうございます。明日は名古屋ライブ、ありがとうね。うん、明日もね、いっぱい写真撮ってきます。お、まさみゆらさん、ひのとり、いいよ。え、そうなの、よく乗るんだ、すごいな。よっちさん、回復ポーションありがとう。ドナルドさん、セミありがとうございます。一部二部よろしくね。明日どっちも来てくれるんだ、ありがとう。高藤ハートさん、ありがとう。え、コンドルさん、読みなよそれ、フリーレーン。あれでしょ、こうイベントの時にプレゼントしたやつでしょ。名古屋で食べたいもの、まあ、できればね、こうひつまぶしとか食べたいわよけどね。あ、でも明日の夜、あ、そっか、ちょっと遅くなるから、多分こっちにいてそのままいると思うから、なんか食べれたらいいんだけどね。ミノールさん、ありがとう。ジャンさん、かおりさんのルームより、プチ、ありがとうございます。名古屋来ました、わーい。ジャンさん、名古屋か、ストリートくん、お疲れ、ありがとう。ケンケンパーさん、プライベートジェットさん、マキ、あ、マサタンさん、ごめん、マサタンさん、ありがとう。マミちゃん、カウントありがとう。お、エナさんにデラックスよしんこ、ありがとう。ナノハさん、カウントありがとう。あ、ヨーピーさん、フル、ありがとうございます。わーい、ありがとうね。あ、クローバーさん、カウントありがとう。ワッキーさん、食べてみた、今池にある中屋さんって読むのそれ、アンパンが美味しいのって。ヨーちゃん、寝台列車乗ったことないよ、どんなんな。カウントありがとう。カリタン、ありがとう。ひらがなのカズさんもありがとう。おがこさん、セミありがとうね。7月5日の、あ、ありがとう、5日だね、ありがとうね。もうちょい楽しみだ。5日はね、バンドバージョンですので、お楽しみに。サカピーさん、ハマコさん、ありがとうございます。おー、ブラッジ、そう、ペンライトはね、色変えれるから、確かに曲によって色変えるっていうのもおしゃれだよね。白熊さん、アイス。花からさん、ラブレター、ありがとう。いや、ようちゃん、飛行機と同様にその電車もそこねって。ちゃんとね、起きておりましたよ。今日マネージャーさんも横にいてくれてお話ししてました、ずっと。ムーさん、いらっしゃい。僕じいさん、ハートありがとうございます。お、ナノワさん、 M リーグの、え、 M リーグの TikTok があるの、役満上がるとこって書いてる。アンタネさん、めっちゃ元気。今日、昨日がね、今日がすごいゆっくりだったからめっちゃ寝れました。今日は。僕じいさん、こんばんは、ありがとう。浜子さん、明日一部待ってます、ありがとう。いや、カリタン、そうなのよ、ちょっとカクカクだったよね、しかもあのハート、昨日はありがとうね、来てくれて。わーい。ヨコポンさん、ありがとう。アリーブラッジ、マージャンパイのガチャガチャ作りたいかも、それあり。ヨコポンさん、名古屋来ました。名古屋、ヨコポンさん、セミありがとね。ヤマピー、ツイッターでのりさんと安田なるみさんの間にあるの、えっ、ヤマピー送ってくれたってこと、それ畑田のクレタルトと金時のサブだって、それ 見とこう。
なのはさん、ぶち、ありがとう。ローマ字のテストさん、セミ、カリタンのセミ、ありがとう。オカムさん、ハチミツさん、ありがとうございます。リュウ、ハートありがとう。ナリタマ、お弁当箱めっちゃくれてる、ポケット詰めて。あ、なるみさん、さっきの TikTok で名古屋のこと知ってくれて撮ってくれたのか、ありがとう、よかった、言えて。あー、そうだね、味仙があるらしいな、今池には。りょうじいさん、食べたいな。大使印の麻雀パイ、カリカリさん。あ、キーホルダーいいよね、麻雀パイのね。そうなのよ、それはあり。リュウハート、ありがとう。めっちゃキノコさん、ありがとうね。ゴエモンさん、ありがとう。やついフェスのタイムシフト見てました。え、タイムシフトあるのか、今も見れるの、ありがとうございます。ありがとう。踊れてなかったけど、ハートありがとうございます、ありがとう。アマトーさん、セミありがとうございます。ナベちゃん、こんばんは、ありがとう。ピルクルフル、ありがとうございます。ピルクロね、ユッキーさん楽しそうだよね、麻雀牌のガチャ、思った。フジモンさん、フル、ありがとうございます。明日来てくれるんだ、名古屋、名古屋や。フジモンさん、あ、味噌カツサンドの有名のうまい駅、駅にある、え、なんだろう、有名なお店があるのかな。菜の花さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。ブラッチフルー、ありがとうございます。パジャマ、ひなもさんの決めポーズ、あ、これはね、そうだそうだ、忘れてたけど、フードがあってね、なんか心ばかりの耳がついてるのよね、これ、心ばかりの耳。なんか面白い、ここ絞ったらめっちゃ面白いんだけど。絞らない方がいいな。へい。にょにょにょ。大工さん、ハート、ありがとう。大工さん、よっちさん、流れ星ありがとうね。ひなぷちゃんは親子丼じゃなくて中華丼が似合うよ、やって。もうイメージついちゃってるやん、それ。おお、大将さん、すごい、ありがとうございます。デイジーデイジーピアノフルまで、ありがとうございます。いや、デイジーはあのいいよね、結婚式ソングとかに。お仕事行ってらっしゃい。え、浜子さん、そうか、初めてお会いさせてもらうのかした、ありがとう、楽しみにしてます。ちょっと充電します。ハムちゃんフル、ありがとう。ハムちゃん、7月もよろしくね。今日から7月だよ。りょうおじいさん、あ、一部待ってます、ありがとう、嬉しい。大工さん、ハート、ありがとうね。
とろけるさん、プチありがとうございます。とろけるさん、こしさん、2シュートカウントありがとう。あ、せなさん、あれ初めましてのせなさんか、ありがとうね。コート、コウくんさん、こんばんは、ありがとうございます。かんちゃん、2シュートカウントありがとう、ありがとうございます。マッシュル、ジャンプ連載最終話はキャラクターみんな集合でございます。え、マッシュル終わっちゃうんですか。もうジャンプの連載終わっちゃうの。へえ、そうなんだ。おかこさん、アイスありがとうございます。エイジさん、フルありがとうございます。ネット戦記、神神神神神旋風脚、うつ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 百裂剣、一億総表現時代、ありがとう。ホテルの空調で乾燥しない。いや、今はねクーラーつけてないからね、全然乾燥はしとらんけど、暑い、めちゃくちゃ暑いんだけど、この部屋。モフモフさん、ありがとう。飛ぶ鷹さん、おひつりさん、ありがとう。ちいちふる、ありがとうございます。たーさん、こんばんは、ありがとう、ありがとうございます。そのまま帰らないで帰らないで、帰りたくないぐらい楽しいですよ。え、カリタも火の鳥よく使うんだって、すごい。え、ジャンさんわかんない、プレミアムシートだったかめちゃくちゃいいとこだった。でも、お、サトシさん、ありがとうございます。今日は愛媛のビーズの、え、あ、今日ビーズ、え、あ、そうか、言ってたな、愛媛に来られてるって、ビーズさんが。そっかそっか。まー、あ、ちゃん、ありがとう。あ、フルもありがとうございます。何しようかな。たけに包めの仙台様も、ありがとう。宇和島さんさん、お、ムラピーさん、ほぼフルありがとうございます。あ、髪切られたんですね。阿佐ヶ谷姉妹のそっくりさん、なりました。あ、こう切られたんだ。え、絶対に見たいです。ムラピーさん、お会いできるのかな。かわいい。おみつさん、ありがとう、ありがとうございます。お、ローマ字のユシさん、ありがとうね。嬉しい、そうやってくれて。しんいち、花束ありがとう。さとしさん、セミありがとうございます。おかむーさん、こんばんは。キラカウントありがとう。ビジホの時、寝る時頭に包む毛布ないけどどうするのって。いや、毎回持ってきてるよ、今もそこにありますよ、家から。あやかさん、ありがとうございます。あやかさん来てくれてる、わーい。お、あぶちゃんさん、ありがとう。な、八丁堀さん、長野行きたいです。長野行ったことないかもしれない、行きたい。かのうさん、だるまレンジャーありがとう。キング翼さん、やるじゃないのさん、ありがとう。バンクバーさん、フルありがとう。バンクバーさん、今日も花丸さん、はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。
ユッキーさんフルありがとう。はたたのクリタルと愛媛県の定番のお土産でございます。ありがとう。じゅんやさんフルありがとう。じゅんやさん今日もフルだって。お、カタカナのマックンさんこんばんは。 TikTok ライブ見てから、あ、そうなの、ありがとうございます、見に来てもろて。シュウさんフルありがとうございます。シュウさん嬉しくて。虹色さんもフルありがとう。東京もひなほのパフォーマンス楽しみで待ち遠しいだって。ありがとう、待っててね東京。あ、そうなのよ、グッズもねぜひ来てほしいな。 T シャツ、林慎一郎さん初めまして、来てくださってありがとうございます。カンタムさんありがとう。ファントムさんフルありがとう。ファントムさんありがとうございます。パリンチュさんフルありがとうございます。あ、また君に恋してる今までよ、今までよりも深く。今日はありがとうございます。いいな、ゆきさん昼寝したんだ今日。いいな。かのんさん奥様フルありがとうございます。あー、いいな。セーラームーン後編見てきました。なもちゃんポンコツでした。やっぱちょっと薄々そう感じてたのよね、まもちゃんはポンコツだって。ちょっと前編の時からさ、うわーって思った気がさめっちゃあって。そうなんだ。で、じゃあ後編めっちゃ楽しみ、セーラームーンの。エイサクさん、ひらがなののぶさんありがとうございます。ありがとう、ヤマピー。ございますのお礼にタケノコ6人で出し合って木梨の会に旗田を送ってくれたって。ありがとうございます、送ってくれた皆さん。嬉しい、見に行こう。ミモさん、ひらがな斉藤さんありがとう。え、風鈴さんどこにあるんそれ。大須商店街名古屋、楽しんだって。おはぎさん、セミありがとうございます。あー、全然です。そう、 TikTok してたのよね、さっきまで。ありがとう。三等賞さんフルありがとう。三等賞さん、スピードバードさんありがとうございます。虹色さんかわいい、ありがとう。おにぎりファンタジーさん、あと花からさん結婚してありがとうございます。フードかぶった方がいい？ほんと？ジャンさんかわいい、ありがとう。子グマ出てきたじゃろ。コンドルさんかわいい、ありがとうございます。もじもじくんってなんだっけ。カンマインさん、モクさん、あ、尊い。ありゃー、かわいい、もありがとう、モックさん。ブラッジも似合う、ありがとうございます。熱い、めっちゃくれてるな。似合う、ありがとう。すごいくれた、ピルクルタコ。ほんわかふんわかほんわかほい、ほんわかふんわかほんわかほい、ありがとう。ドナルドさんフルありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。リアン、リアンさんかな、リアンさんありがとうございます。ようちゃんフルありがとう。ようちゃん、画伯が描いたイーソーの麻雀牌が欲しい。やばそう、なんか。いやでも一回そう描いてもらいたいな、ちょっとイーソー。
やばい言いそうができそう。30分マネージャーさんひなぼうが絶対ひつまぶしを食べた言ってたよって。うん、なになに、ひつまぶし食べたいって言ってたってこと？そう、食べたのよ。あのマネージャーさんとね、三重に遊びにというか三重に行ったことがあって、その時にね一緒に食べたんだけど、それのことかしら。おやすみからばありがとう。うるうるさんありがとう。ようちゃんファイト、結婚してありがとうございます。ねこぽセミありがとう。替え歌用でございますの作詞完成したから、え、ありがとうございます。絶対見てくれよな。え、何バージョン？ありがとうね。まささんセミありがとうございます。今日雨だったね。あ、そっちの方が雨やばかったやろ。大丈夫だったかい。お、ぜんちゃんさん明日もお仕事ファイト。おやすみ。リュウフルありがとうございます。ジェラピケ的な。そうなんよ、敵だよね。ジェラピケ敵だよねこれ。よきよき。あれはめっちゃ遅れてる。アスポーンありがとう。リルルさんありがとう。キラブンタさんありがとうございます。名古屋ナウのテロップにも燃えた。ほんとバンクーバーさん、ひでゆきさん、アンプエイジさん、サイリウムありがとう。かわいいと。アキヤンみひろさんありがとう。おがこさんフルーありがとうございます。ホッホッとでグッドな音楽を歌い続けてみたらいい。落ち込んでいる時マットに、なんだっけ、こんなんだっけ、力がある。いや、こう私が着てる服が暑い説はそうなのよ。そりゃそう。CYMAN さんなんて見せたら、ありがとうございます。孝太郎さんフルありがとうございます。フリーザバージョンで今日のお供だって。え、今日のお供さ、そうそう、あの明日も演奏してくれるギターのかいちゃんがお供を1本プレゼントしてくれて、それをね飲もうと思って冷やしてたんですけど、ここに飲もうかな。フリーザ風、フリーザって私の戦闘力はみたいな感じよね。私の戦闘力は今日のお供はすごく酸っぱいレモネード。すごいさらっと紹介しちゃったじゃん。これをね、かいちゃんが1本くれまして、なんかちょっとチャレンジっぽいよね。チャレンジ枠、すごく酸っぱいんだって。でこれかいちゃん飲んだことあって、もう信じられないぐらい酸っぱいらしいのよ。それをさ買ってくださって、なんか成城石井にあるらしい、これ成城石井で買ってくれたんだけど、ちょっと待って、酸っぱさは感じる。うん、味はあるもん。もう鼻だけだから匂わないの。甘いやらね、酸っぱいやらわかるんですよ。ということで、え、みんな味はわかるよ。だから怖いんよ、めっちゃ。逆にさ、あの匂いが今ないから、逆にすごい研ぎ澄まされてるのよ。なんか最近甘いものを食べるとあんまーって思うし、なんかケーキとか食べてもめちゃくちゃ甘く感じるの。やばいと思う。だから
人よりやばそう。はい、では今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー怖い。さ、ここが痛くなることない？痛い痛いって言いながらちょっともうちょっと飲む。これは酸っぱい。これ涙が出てくる。みんなこんな顔になるかもしれん、飲んだら。酸っぱ。これ絶対さ、原液とかだよ。もうこれ 割った方がいいよ、これ。水とかで。すごいんだけど、クエン酸 6000mg だって。もう富士山じゃん。やばいんだけどみんな飲んでみて。これしかもね、このちょっと恐ろしいとこがね、果汁が 42% も入っているという。大体のさ、こうレモンジュースとかレモンソーダって果汁 1% とかさ、果汁 10% まああっても 10% とかじゃん。もう半分レモンだから、これもう驚き。ショーン K さんいらっしゃい、ありがとう。今でっちさんありがとう。あ、ローマ字のよしさん、天使の奥間だ、ありがとうございます。パタパタ。のぶしゃん、フルありがとう。今日もわーい。ゆうじさんありがとうね。あ、まさまささん、ブレイブさん、フルありがとうございます。ありがとう、まさまささん。明日の名古屋ありがとう。ブレイブさんも行ってきます。お、かずき今日もいらっしゃい。はるかさんありがとう。テイッソさんかな、ありがとう。つよぽんぬさんありがとうございます。ローマ字のよしさん、回復ポーション。おじゃるさんありがとう。アントワンヌさん、フルありがとうございます。今日タイタニックやってたの？めっちゃ見たかった。そうなの。明日本物のカーナビさんに会えるなんて。そっちカーナビに会えると思って来てくれるんだ明日。まー、あ、ちゃんだるま。フジモンさんハートありがとう。こえぽんさん音符。おがっこさんうまありがとうございます。マーロさんありがとう。てっぺんさん何そう褒めてくれてる。てっぺんさん、今でっちさん、クラッシャーのぶさんありがとう。ローマ字のまささん、フルありがとうございます。昔はももちゃんそんなことなかったのに今はそんななの。いや、私昔のセーラームーンもあまりこう当時は見てたけどちょっと忘れかけてて。いやでも昔からじゃないかな。いやかっこいいんですよ。かっこいいんだけど。バックハウさんいらっしゃい。あ、やっくん嬉しいです。昨日ありがとう。ありがとう、だるまりんちゃんありがとうね。うわー、たいしくんさん、うわーいいな、タイタニックやってたんだ今日。いやー、タイタニック待って、もう11時だもんね。え、早、もうこんな時間なんだけど。そう、大工さん、かいちゃんのくれたやつだよ。坂本さん、坂本さんありがとうございます。ハラメタルフルありがとうございます。安田なるみさんとお会いしたことあるのかい？あります、少し。はい、
木梨さんと一緒に来られたことがあって、めちゃくちゃお綺麗でした。ローマ字のセンさん、ひろまゆさん、こんばんは。スタミさん、こんばんは。ありがとう。あ、カタカナのカズさん、ありがとうございます。ん、コウタロさん、引っ越し中今。あ、そうなの。え、取り壊しで引っ越さないといけなくなった。だってコエマンさん、それはないかな。民謡を披露したことあるのって、ところさんとかに。ドワーフさん、いらっしゃい。クラフトボスのライチティーか、美味しそう。マッコンさん、おやすみ、ありがとう。あ、コエポンさん、フロ、ありがとうございます。コエポンさん、東京と松山来てくれるんだ。待ってます。もうちょっとだね。ありがとうね。白玉さん、こんばんは。はじめましてですか、白玉さん。ありがとうございます。ありがとう。お、大志くんさん、名古屋コーチンってなんだっけ。食べ物だよね、食べてみたいな。おがこさん、サイリウムありがとう。あら、坂本さん、ありがとうございます。お歌がうまいって言ってくれてる。大谷翔平さん、ありがとうございます。いや、これめっちゃ酸っぱかっちゃう。ションケイさん、ありがとう。あ、大工さん、カウントとフル、ありがとうございます。今日も、あ、今日ももうちょっとで時間ですけど、会いに来てくれてありがとうございます。ただいまツアーを回っておりまして、現在名古屋にいます。明日は名古屋の今池スリースターというあのライブハウスでライブさせていただきます。ぜひお待ちしてます。あと7月5日に東京と、7月8日に愛媛で、あの最後のライブとなります。あ、ツアーね、ツアーファイナルが愛媛となっておりますので、そちらはチケット発売中なのでぜひお待ちしてます。東京愛媛ね。いや、口内炎できてたらもうめちゃくちゃ痛かったよ、本当に。でもね、酸っぱい人が大丈夫な人は美味しいかも、これ。結構ひろこ、お帰りなさい。今帰ってきたの。なんかハイボール飲んでるみたいあ、色がね、確かにね、ちょっとハイボールっぽいね。アマトーさん、ありがとう。ノブオンさん、セミありがとうございます。ありがとう。強烈。そう、リンパ腺のあたりね、コトロさん、うわーってなるよね。ムハンマドさんかな、マグスさん、ありがとうございます。リラックもこれ成城行ったらあるらしいよ。成城石飲みたい。だって、アキーモンさん、フル、ありがとうございます。おかむさん、フル、痛い、なんかふわーってなるやん、酸っぱいやつ飲んだら。今日はデカメロン、え、デカメロン食べたの、いいな。ライブはライブ、た楽しいこと嬉しいことばっかじゃないけど、ありのまま受け入れて今を生きよう。ありがとう。なんか想像したら口の中で唾液あふれてきた。いや、でもわかる、そういうなんか動画見てたらあふれてくるよね、ほんと。目開きすぎスランプくん、いらっしゃい。ひろっこ、プチ、そうだね、美容にはきっといいね。
そうなのよ。あー、マトさん、ありがとうね。成長が近くにないで。そうだよね。ありがとう。いや、そうだね、サトシさん。丸かじりぐらいの酸っぱさだよ、これ。あ、ショーン・ケイさん、祝頑張った。ありがとうございます。ねえ、ネルさん、やばいよね。これ、割って飲むんじゃないらしいよ。カイちゃん曰く。あ、江戸川コナンさんだ。ありがとうございます。お、スランプくん、明日待ってるね。ありがとう。ヤスポッチンさん、ありがとうございます。堀さん、セミありがとう。今日も、明日は1部と2部で演奏時間。あ、そうそうそう、そうなのよ。それ出てた。1部少し短くて、2部がちょっと長いって感じになってます。タイタニック見ながらひなほちゃん見てる。大丈夫？なんかこのテンションの差。だってタイタニック絶対今いいとこやない？成田マフル、ありがとうございます。ありがとう。ソロ活動を始めて、そうなのよ、1周年が経ちましたね。うん、ありがとうございます。本当に早いな。明日も、あ、明日も来てくれるな。ありがとう。プリキュア見てたよ、ユッキーさん。ユッキーさんめっちゃ好きよ、プリキュア。お、ユアイルファンさんかな、インドネシアから来てくださってるよ。コシさん、フル、ありがとうございます。明日のライブも頑張ってね、渋谷で待ってます。だって、あ、ありがとうございます。いつか待ってます。ありがとう、コシさん。キリタン、あ、ギリタン塩さんか、ありがとうございます。朝日マサカツさんかな、ヨシカツさんかな、ありがとうございます。マサさん、ありがとう。9日来てくれるの。ピルクル、タイコの億万、ありがとうございます。最高です。本日も、あ、40名様のフル、ありがとうございます。告知ありがとうね、のりたま、ありがとう。マレーさん、いらっしゃい、ありがとうございます。りょうすけさん、ありがとう。東京来てくれるのか。ひらさん、お疲れ、ありがとうございます。トゲフル、ありがとう。トゲ、明日の大阪で印象的な通所は、昨日の大阪、印象的な通所。いや、まずね、昨日のね、特典会の通所の場所がすごいエレガントだったのよ。あの背景がね、もうなんかお城みたいな背景というか、お城の中みたいな、めっちゃね、ラグジュアリーなとこで撮影だったから、なんかお話も自然とちょっとラグジュアリーになったよね、ファンの方とのお話も。印象的なやつ、ちょっとなんかよくね、こうハートとかの形が難しくて、2人でこうしようみたいになった時に、ちょっとね、形がちょっとおかしくなったりする。毎回めっちゃ笑う。よっちさん、音符、ありがとうございます。お、かずき、探してみてよ、ぜひ。お、なるみさんも、ティーやかさん、カウントとプチ、ありがとうございます。あ、11時になっちゃった。大文字のテストさん、フル、ありがとうございます。前髪揃えた？いや、まあでも最近、まあ1週間ぐらい前だけど、美容室行った時には切ってもらってみたいな感じ。のりたまさん、ありがとうございます。ありがとう。めっちゃ、たいしくんさん、ありがとうね。ほんと？ありがとう。
くまさんありがとうね。リラックマフル、ありがとうございます。リラックマ、アスランプ君ありますよ。明日も特典会終演後に。お、大工さんありがとう。昨日は鍵閉めありがとうございます。あ、ローマ字のよしさんもありがとうね。虹色さんもたくさんのハートをありがとうございます。よし、それではお供の中からランキング読みしていこうかな。今日はちょっとビジホになっちゃったので、カラオケタイムお休みにしようかな。させてもらおうかに。13位、リュウ、ありがとうございます。ありがとうね、今日も。12位、大工さん、ありがとうございます。大工さんありがとう。11位、ショーン K さん、ありがとうございます。誕生嬉しい。10位、おがこさん、ありがとう。おがこさん、たくさんありがとう。9位、お花からさん、ありがとうございます。はい、今日もありがとう、花からさん。8位、藤本さん、ありがとうございます。藤本さん、今日もありがとう。ラッキーセブン、ローマ字のよしさん、7位、ありがとう。明日はいい日になるぞい、ありがとうございます。6位、のりたーまー、ありがとう。のりたーまー、ありがとうね、たくさんいただき。そして5位、あ、よっちさん、ありがとうございます。よっちさんありがとう。わーい。そして4位、なのはさん、ありがとうございます。嬉しい、なのはさんありがとう、今日も。そして3位、あぼん、ブラッチ、ありがとう。3位、たくさんいただきありがとうございます。そして2位、あぼん、もくさん、ありがとう。もくさん、めちゃいただきありがとう、嬉しい。そして今日の第1位、あぼん、ピルクロー、ありがとう。ピルクロー、1位です、ありがとうございます。猫さんさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。猫さん、1617名様、今日もたくさん来てくださりありがとうございます。毎日配信やっておりますので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、あー、リラックマフル、ありがとう、リラックマ。ということで、今日はここで終わりたいと思います。明日名古屋のライブ来てくださる方は気をつけてね。おやすみー、おやすみー、バイバーイ。5、4、3、2、1、おやすみー、バイバーイ。